ウィキメディア財団のサーバファームサーバファームとは多数のサーバを集積したものを意味し単体のサーバではできない仕事をするのに使われるデータセンターと同義に単に多数のサーバが集まっていることを意味する場合と不可分散されたサーバ群で同じサービスを提供することを意味する場合がある後者の場合サーバファームには現用サーバとバックアップサーバがあり 現用サーバに障害が発生してもバックアップサーバがその機能を肩代わりして実施するように構成されることが多い。サーバファームはコンピュータクラスターに使われることが多い。サーバファームはスイッチングハブやルーターと共に構成され、コンピュータクラスターの他の部分やユーザーとの通信ができるようになっているのが一般的である。最近のスーパーコンピュータは 高性能 CPU を搭載したサーバをギガビットイーサネットやインフィノバンド、ミラネット等で相互接続した巨大なサーバーファームで構成されることが多い。サーバーファームはホスティングサーバーとして使われることも多い。サーバーファームは大企業などでメインフレームの代替あるいは補助として使われることが多くなってきているが、まだメインフレーム並みの信頼性を実現するには至っていない。 サーバーファームには多数のサーバーが集積されるため、個々のマシンの故障は日常茶飯事であり、大規模、サーバーファームの管理はそれを考慮に入れて行われる。すなわち、冗長構成にしたり、自動フェールオーバーの設定をしたり、迅速な再構成が可能な方式を採用している。大規模、サーバーファームの性能は設置場所である、データセンターの冷却システムの性能に制限されることが多く、 プロセッサの性能そのものはあまり影響しない。このため、個々のプロセッサのパフォーマンスは重視されず、消費電力あたりのスループットが最も重視される。ありがとうございます。